坂口正樹は、和歌山県長郡内田町出身の元プロ野球選手。中学校時代は、内田タイガースに所属し、全国大会準優勝を経験した。智弁和歌山校入学当初は、上半身に頼った力任せの打撃をしていたが、2年時の夏前に、下半身を使う打ち方を身につけてから、打撃の才能が開花する。2年時の夏は、4番、一塁手として、 第89回全国高等学校野球選手権大会に出場。1回戦で橋本至るや佐藤祐樹をする仙台育英校に2の4で敗れたが、自身は佐藤祐樹から2ランホームランを放った。3年時の春は4番三塁手として第80回戦抜高等学校野球大会に出場。ベスト8で松脇応用する。 東洋大姫路校に0-2で敗れた。夏は大会直前に右足首を疲労骨折するがテーピングと痛み止めを飲んで出場した和歌山県予選では初戦から準決勝まで4戦連続でホームランを放つなど優勝に貢献した。第90回全国高等学校野球選手権、記念大会では4番一塁手として出場し、3回戦の 駒台岩見沢高専では、史上初となる1イニングに本類打を記録した。チームは、ベスト8の常久、徳葉菊川高20の13で敗れた。高校通算27本類打。高校の1学年後輩に、岡田俊也、2学年後輩に、西川春樹がいる。あとに、プロで、チームメイトとなる、大田康史示セとは、同じ右の長距離打者として、東の大田。 西の坂口と言われたライバルであった。高校卒業後は東海大学に進学する。同大学野球部では1年春から公式戦に出場し、ベストナインなどの受賞はなかったが、打撃ではチームの中軸を担った。全日本大学野球選手権大会には1年時と2年時に出場し、2年時の第59回全日本大学野球選手権大会では、 準優勝を経験した。明治神宮野球大会には2年時に出場し、準優勝を経験している。大学の同期に、伏見虎武1学年先輩に、菅野智之、2学年先輩に、石峰正大がいる。2012年10月25日、プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから5位指名を受けた。2013年6月12日の、 オリックスバファローズ戦でダイソーとしてプロ初出場。翌6月13日には指名打者としてスタメン出場を果たし、4回の打席でプロ初安打となる中前タイムリーを放った。9月にも一軍昇格の機会があったが、定着はならず。イースタンリーグでは一塁手、または3塁手として104試合に出場し、打率289、42打点。 11本類だの成績を残した。オフには100万円アップの900万円で契約を公開した。2014年ファームで規定打席に到達したが、打撃成績は打率、210、出塁率、300、超打率、320と振るわず、1年間を通して一軍、登録されることはなかった。オフには110万円ダウンの年俸790万円で、 契約を公開した。2015年にはポジションが重なるルーキー、岡本和馬が対等し、イースタンリーグ公式戦では78試合の出場で打率、227、5本類だ、26打点と精細を書き、一軍公式戦への出場も1試合にとどまった。10月1日に球団より支配下選手契約を解除することを通告され、11月22日に、 育成選手として、再び契約した。推定年俸は500万円。2016年以降は支配下登録選手への移行、及び一軍での試合出場はなく、2017年10月28日に、球団から戦力外通告を受け、10月31日に、自由契約公示された。2018年1月、ソニー生命保険株式会社に入社。 恵まれた体格から放つ、長打力に期待されている大型内野手。二軍監督の岡崎香織からは選球眼の良さを評価されている。プロ入り直後に、自身も通っていた木の川市内の病院に車椅子を寄贈した。2016年8月7日、大阪府出身で保育士と入籍したと発表した。ありがとうございます。